マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。暴走する食欲、あなたはどのようにコントロールしていますか？でもね、なかなか食欲ってコントロールできないなって思いませんか？そこでこの動画では食欲をコントロールする方法がわかるんです。もしあなたが暴走する食欲をコントロールして美味しく食べながら綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。食欲をコントロールして綺麗に痩せる方法についてお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ食欲をコントロールすることができるんでしょうか、その理由と、2つ目、食欲をコントロールして綺麗に痩せる方法、具体的にお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜ食欲をコントロールすることができるんでしょうか、その理由があります。ポイント2つです。1つ目はあなたの腸内環境が整うことをするからなんですね。痩せたければ、しかも健康的に綺麗にですね、そして食欲をコントロールするためには腸内環境を整えることが欠かすことができないんですね。なぜかというと、この腸があなたの食欲コントロールしてるからなんです。例えばもしあなたの腸内に痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが多くて種類が豊富で、いつまでも元気にその腸に入れてくださっている方はですね、痩せます。なぜかというと、痩せ菌たちが食べたくなるものって痩せる食べ物なんですよね。体にいいものです。ところがもしあなたがやめられない、止まらないって頭では分かっているのにもかかわらずどうしても食べちゃうっていう場合はですね、一つの原因としてはデブ菌と呼ばれるその悪玉菌たちがたくさん増えてしまってるからなんですね。こういった方っていうのはどちらかというとですね、そのよく私意志が弱いからダメなんだとか、なんで自分はこんなにね我慢ができないんだろうかとか悩む方いらっしゃるんですけれども、あなたのせいではないっていうことです。ではどういうことかというと、デブ菌たちも生きていくために餌が欲しいわけですよね。その餌となるものがもう代表的な太るもの、甘い食べ物とか脂っこいものとか糖質とかね、そういったものです。だから食べたくなっちゃうんですね。ですから根本的に食欲をコントロールするためには腸内細菌たちのバランスを整えてあげるお食事をしないといけません。これが一つ目のポイントでしたね。では二つ目です。ホメオスタシスの機能を正常にするからなんです。これについてはまた詳しく今からお伝えします。では皆さん、ホメオスタシスって聞かれたことありますか？簡単に言うと、体を一定の状態に保ってあげようっていう機能のことです。例えば体温とか血圧、心拍数もそうですね。体温が上がり続ける、血圧が上がり続ける、心拍数がドク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 いつも上がり続けると危険ですよね。そういった状態になった時に、このホメオスタシスがあるおかげで、ある一定の数値まで戻してあげなくっちゃって一生懸命働いてくれているわけです。そしてそのうちのもう一つが食欲もなんですね。あなたの食欲を一定に保とうとする働きも実はホメオスタシス頑張ってくれてます。例えばいかがですか？今ね、例えば女子会にいてめちゃくちゃ食べたって、でその後ね、味覚がおかしい方は食べてしまうんですけれども、普通だったらですね、このホメオスタシスが働いてくれたらお腹は空いてないわけですね。それ以上食べれないようにお腹が空かないぞっていう状態を作ってくれてるわけです。ですから例えば前の夜お腹いっぱい食べてしまったとしましょう。翌朝起きた、もうさすがにね、なんかこう胃もたれというか、起きてお腹は空いてないなって思いませんか？そういった方ね、多いと思います。ただお腹が空いてもないのに食べてしまうというのが、やっぱり味覚異常、食欲がコントロールできなくなっている証拠なんですね。では今お伝えしたホメオスタシスがきちんと機能していない方、どうなっているかと言いますと、例えばお腹いっぱいまで食べ続けてしまうとか、もうお腹が空いてないのにもかかわらず常に何か食べたいとか、もしくはおうどんプラス丼飯みたいな、この炭水化物をセットで必ず
頼みたくなってしまうとかね、じゃ糖質異常ですね、そういった方というのはホメオスタシスの機能がうまく働いていない方になる、イコール食欲をコントロールすることができなくなっている状態ということになります。では一方で、どうやったらそのおかしくなってしまったホメオスタシスのバランスを整えればいいんでしょうか。それがこちらです。元に戻すためには、あなたの自律神経とホルモン、この両方のバランスを整えてあげることをすればいいんです。では今までどのようにしたら食欲をコントロールすることができるのか、そのポイント2つ分かりましたね。そしてここからは2つ目の項目です。どのように食欲をコントロールしてきれいに痩せることができるんでしょうかという具体的な方法をお伝えしていきます。まずポイント2つあります。1つ目です。バランスの良い腸活メニューの食事をとること、このことで自律神経やホルモンバランスを整えることができるんです。具体的に腸活メニューとはどんなものなんでしょうか。ポイントを押さえてくださいね。まずは毎食何かしらの発酵食品、ぜひ美味しく召し上がってみてくださいね。難しく考えなくて大丈夫です。和食中心であれば取れる回数がたくさん増やすことができます。例えば味噌汁とかぬか漬け、納豆、キムチ、ヨーグルトですね、チーズなどですよね。でもちろん調味料もそうです。味噌も醤油も発酵調味料、そして手作りの私は塩麹とか醤油麹を作って上手に発酵食品毎食取るようにしています。そして2つ目です。食物繊維ですね。すごく大事です。もうこの食物繊維をしっかり取らないと食欲を抑えることができないですね。逆に言えばしっかりと食物繊維召し上がっていただくことで自然とね、食欲を抑える効果を得ることができるんですね。例えばネバネバ食品です。海藻とか里芋とかオクラとか、ネバネバしたものが水溶性の食物繊維です。逆にね、モサモサした方です。分かりやすいのはごぼうとかさつまいもとか繊維質ってものですね。これバランスよく取ることがとっても大事になってきます。そして3つ目、オリゴ糖を含む食材を食べましょうです。これいろんなものに入ってるんですけども、分かりやすいのがまあバナナとか蜂蜜とか玉ねぎとか、そういったものにも入っています。このオリゴ糖を取るとね、腸の整える作用があるんですね。そして4つ目、 EPA DHA、これもね大事なんですよ。超必要です。これよくね、青魚から取れますよってこう CM とかでもサプリメント見ることあると思うんですけども、あのサプリではなくても取れますね。まあ、青魚苦手っていう方は、例えばアマニ油とかエゴマ油とか、そういったあのオメガ3系ですねの成分が入ったオイルでしたら適量取られますと、油イコールね太るっていうイメージあるかもしれませんが大丈夫です。こういった良い油は大丈夫ですか。逆に取った方が腸が綺麗になって痩せます。では2つ目の方法です。セロトニンの材料となる鉄分と大豆製品を食べましょうなんですね。でこのセロトニンというのは別名幸せホルモンと呼ばれてまして、心の安定を保ってくれる、簡単に言うと幸せだなとか嬉しいなとかありがとうっていう、そういう気持ちに自然となれるために必要なホルモンなんですね。でこのホルモンがあんまり作れてない方っていうのはうつ病になったりとか太ってしまうわけです。一つはですね、このセロトニンのおかげで食欲を抑えることがやっぱりできるんですよね。ですからすごく大事。そうした時にセロトニンを作るね材料ってあるんですよね。それがこちらです。鉄分や大豆製品ってことになります。では今お伝えしたセロトニンの材料となる鉄分、どのように皆さん取ってらっしゃいますか。例えばよく聞くのがね、レバーとかほうれん草とかありますが、まあ、なかなか毎日って難しいと思うんです。そこで誰でも簡単に続けられるかなと思ってご準備したのがこちら、ルイボスティーなんですね。ルイボスティーは非フェム鉄といって植物性の鉄分取れます。ただこれだけではねちょっと足りないので、一緒にビタミン C 取ると吸収しやすくなります。ですから私はどうしてるかというと、このルイボスティーですね、飲むときに無添加のレモン果汁ですねを数滴入れてね飲んだりします。そうすると、まあ、ちょっとこうレモンティーっぽく飲めますし美味しいです。
で私毎日結構ね飲みます。ですのでこのセロトニン、幸せホルモンですねの材料、鉄分、これを含むこのお茶飲んでみてください。他にもこんなにもね痩せる効果があるお茶です。ただしできれば有機栽培の良いものですね。やはり茶葉がですね農薬たっぷりって何、それを煮出して飲むわけですからすごく良くないですよね。ポイントは有機栽培の無農薬のお茶、しかもそれはルイボスティーということです。では2つ目の大豆製品、もうこれはですね本当におすすめです。特に女性は大豆製品にトリプトファンっていう成分が入っています。それがすごくねこのセロトニンと仲良しというかね必要なものになってきますから、ぜひ積極的に取ってみてくださいね。何でもいいです。無調整豆乳だったりお豆腐とか、あとは油揚げとかもたくさんありますよね。お豆腐、大豆製品、納豆もそうですよね。いろんなところで大活躍してくれます。きな粉もそうですね。こういった大豆製品を上手に取り入れながら、このバランスの良い食事とセロトニンの材料、2つのこのポイントを抑えて美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せていきましょうね。そして結果あなたはですね食欲を自然とコントロール、抑えることができるようになります。さあいかがだったでしょうか。今回の動画ポイントは暴走する食欲をコントロールする方法についてお伝えしました。ポイントは腸内環境を整えること、そしてその結果善玉菌が増えたり幸せホルモンを作ったり、そしてあなたの味覚が正常になって自然と食欲を抑えることができますよでしたね。ぜひ楽しく取り組んでみてください。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。とっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。